えー、ここは大輔さん、よろしくお願いします。えー、賛否両論ある ISU スケートアワード、今年もやるみたいですね、えー。今回はファンによるネット投票も受け付けているようです、えー。スケーター賞、コスチューム賞、プログラム賞、新人賞、振付師賞、コ、えーチ賞、えー、生涯の、えー、功績賞ということですね。で このまあ7つののつ部門ががありりまます誰が受賞賞されるのかなな新人賞は決ででししょょううね間違いなくワリエワ選手でしょう私はもしも日本の JSF アワードがあったならと妄想しながら FOD で全日本を見て楽しんでいます。かぶ君は全日本限定で上記の賞を誰にあげたいですかということですね。ちょっと見ていきたいと思います。考えながら、動画を止めながら確認していきますね。 スケーター賞は狩山くんかなうん。狩山優真くんじゃないでしょうかね。スケーター賞はなんとなく。うん。狩山くんあ、でもこれ全部書けないので、えー、ちょっと想像しながら見ていただきたいんですけど、なんかスケーター賞は狩山さんな気がするな。スケーティングもうまいし。でもスケーター賞のこの、なんだろう。ねあのー、基準がちょっとよくわかりませんけど、スケーター賞は狩山選手でいきたいと思います。はい。次、コスチューム賞ですね。 先に新人賞かからですか、うんえー、もう三浦佳生君の新人ぶりはすごかったと思う僕は、うん、だからやっぱ三浦佳生選手でも三宅紗菜選手もすごかったね、うん、でも戦烈なのはやっぱり三浦佳生君だったかな男子、うん、すごいと思うので新人賞は三浦佳生君だというふうに思いますねはい 振り付け師匠は安部七海先生かな。うん。えー、やっぱり千葉萌さん、まあ、やっぱり印象に残りましたし、あのー、やっぱり振り付けが上手かなというふうに僕は考えられるので、安部七海さんかな。宮本賢治さんもいいと思うんですけど、うん。どうでしょうかね。まあ、先生があんまり、ちょっと誰を、誰がどのように振り付けをしたかっていうところが微妙な、微妙な部分もあるんですけど、うん。 高知賞はもうや決めてますす岡島先生ですね、うん、なぜかというと、岡島先生は、えー、樋口選手、そして、えー、住吉リオンさんを教えてますね。で、やっぱ樋口さんの、えー、やっぱこの東日本でね、やっぱ先生で、これまでやっぱ西日本で、あのーねえー、いろんな先生が西日本を中心にこう活躍してきたっていうのがあるわけですね。 うん、山田真知子先生たちもあの名古屋だったりとか、まあ、大阪の、えーはいえー、浜田美玲先生とかね、うん、それから神戸の,あの中野先生とか、まあ、西日本が結構活躍の幅大きいかなっていう中で、えーまあ、岡島先生も関東で東京でね、まあ、教えているというところで。 えーまあ、結構その関東の中で一番こう際立ってるかなっていうふうに僕は思うので、樋口先生を、樋口選手を育て上げた岡島先生が僕は結構インパクトが大きいかなというふうに思ってます。はい。はい、えー、そしてプログラム社も宇野くんですね、うん。宇野くんのプログラムの印象、あのやっぱブオレルはですね、もうほんとすごいな。 うんえー、もう素敵なあのボレドなかなかモノ君以外の人が演じることはできないという風に感じるしああいったボレドをこう作るあのプログラムあの曲であのプログラム滑るっていうのは、まあ、ちょっとかなりあのすごい素敵だなと思うのでう選手かなボレドかなプログラム賞は、うん、あでも友野君の友野さんの、えー、ララランドも素敵でしたね、うん、ちょっと迷いますねこれは。 生涯の功績賞は羽生選手でしょうかね。ああやっぱり4回転アクセル、これをやっぱりこう回転が足りなくてもね挑んでいく、そのプロセスをこう築いたという意味で、これからも含めてやっぱ楽しみだなというところもあるし、あの4回転アクセルをやったとっいうのは、やっぱ後輩たちも、それから世界中に大きなインパクトを与えると思うので、 えー、まあ羽生くんはスピードを落として4回転アクセルやったりとかね、その工夫とかもやっぱりありましたし、まあ、生涯の功績を残していったというふうに僕は思うので、羽生選手かな、今回の生涯の功績賞、僕はそう思いますね。あの過去を見てみると、なんかカート・ブラウニングとかも厚労省とかなってるっぽいのでね、ね、えー、そういったところあるんですけど、羽生君の4回転アクセルは伝説でしょうかね。うん なので僕は羽生選手を生涯の功績賞としてちょっと、えー、考えました。で、これね、有名な選手ばっかり選んでるかと思いきや、あの思われる方も多いんですけど、本田リンさんの衣装、これは非常に良かったと思うんですよ。今回なんか、ショートもすごく面白かったり、ね、曲とね、ちょっと合ってるかなっていうとこあったんですけど、コスチュームで一番印象に残ったのはホンダ、本田リンさんのショートプログラムですね。うん。 あでも三原さんのショートも良かったなコスチュームうん三原選手のショートのコスチュームも良かったんであーでも本田バニーさんの方があれかなちょっとキラキラってしてる感じがあったからインパクトには残ったかなうんそうですねはいちょっともう一回まとめていきたいと思いますスケータータ賞は えーっと、鍵山優真くんだと僕は思ってますね。スケーター賞。はい。で、コスチューム賞は、本田真凜さんか、三原舞ちゃん。うん。でしょうかね。プログラム賞は、えー、っと、誰でしたっけ、プログラム賞は。あ、宇野昌磨くんね。うん、ボレーよかったと思うな。うん。 で、新人賞はもう、これはもう、三浦佳生選手ですよ。もう僕は自信がありますね。はい。で、振付師匠は安部七海先生で、高知賞は岡島さん。 岡島先生障害の功績賞は僕は羽生くんだと思います。障害の功績賞羽生くん、これ僕かなり説得力というか、あの説得力だなと思いますね。すごくインパクトやっぱ強いと思うので、えーまあ、障害の功績賞が羽生選手と新人賞の三浦佳生くん。これは結構僕すごく強くね、思ってますね。はい、えー。皆さんどうでしょうかね。うん。ちょっと気になるんですけども。はい。えー、ちょっとよあの考えてみました。 はい、ではね以上です。